メルの私服タペストリー、これよ。これもね、ちょっとみんなおっぱいに目行きすぎてますけども、ハレンチナけども、ちょっとこれもちゃんと見てね。かわいいでしょ、うん、かわいいっしょ。これね、でもエゴサすると何人かやっぱりメルのタペストリーめちゃくちゃええやんけってね、言ってくれててすごい嬉しい。うん、この服はね、ちょっとメルがこういう服にしてほしいってマイルさんに言って書いてもらったんだけど、そうそう、メルこういう服実は持ってるんだ。だからね、これ実質メルの私服と同じよ。そう、同じ持ってるからこれね、後ろも桜で、ちょっとまだまだ桜の時期外れてないと思うんで、うん、メルとお花見デートっていう感じのイラストですね。これもね、なんとね、皆さん購入して部屋にかけると脳内にメルが直接語りかけてくるんです。こんな風に桜綺麗だね桜が？メルが？もうバカ、ありがとう。でもね、今日君とのデートのためにこのお洋服買ったから嬉しいっていう感じでね、桜とともに脳内に直接桜と一緒にボイスが流れますんで、はい、こちらももう超可愛いから、ぜひ。そう、なんか声がする、なんだ、女の声がするぞ。メルです、それメルです。はい、みんな難聴じゃないからね。ね、なんか女の声聞こえると思ったらそれメルだから、うん、大丈夫。で、まあ次はこちらね、こちらも実はマイルさんが書いてくれた、にっこり、あはーん、あはん、おいでぎゅーしよーっていう感じのね、はい。で、まあ今回ちょっとセット売りでしかないんですけども、まあ、セットをね、セット買ってくれたら、まあ実質 1,2,3,4,5 5個特典がつきます。ポストカードとね、さっきのおっぱいマウスパッドの全体図のね、ポストカードと KU100 マイク収録のお耳カプカプチュ ASMR ボイスになってます。これもう聞いてもらった感じ聞いてもらったよね、多分。なんか何人か聞いてたよね。そうそうなんです、これちょっとエチエチな感じなんで、うん、ちょっとエチエチなので、なんとね、 YouTube くんだとバンされちゃうんでね、特別にここで発揮しました、メルのちょっとエチカワのところそう、カプカプチュどころじゃなかった、これカプカプチュペロみたいな感じだったね、うん、ちょっとお耳の中までカプカプしちゃったっていう感じなので、もうこちらもね、ぜひ、買ってくださった方聞いてみてください。あ、でもちょっとね、お母さんとかお父さんとかね、妹さんとか弟さんとかと一緒に住んでる方はこれスピーカーで流さないように、うん、あんた何やってんのって、あんた何聞いてんのこらーって怒られるからね、うん、もしくはちょっと家族会議される可能性ちょっとあるから、お一人でイヤホンで聞いてくださいね。イヤホン必須、まあ ASMR ボイスなんでイヤホンで聞いて、うん、ぜひあんた何やってんの、パンダそんな子に育てた覚えはないわ。いや、18禁ではないんだけど18禁ではないんだけど、ちょっとね、うん、チュッチュチュッチュしたか、メルの愛をいっぱいね。まあちょっと最悪聞こえちゃったら、いやちょっと今彼女と通話してるんだって言おうね、うん、
そうしよう。今ちょっと彼女と通話中。ごめん、悪い母ちゃん、邪魔せんといて。今彼女とちょっとエロいことしてるからそれも問題ですけど、はい、そんな感じで、そう、ミルのね、3周年記念グッズ、またちょっと一通り紹介させてもらいましたけど。